お疲れ様スラットです。今日ですねこちらのディガロケ使っていきたいと思います。ということで使い方はね、至ってシンプルですね。はい、守ってディガーとあとはロケットだけで削るって感じですね。もう最近やっぱねディガポイだとねもう削りが追いつきません。はい、クエイク削りに負けたりだとか、やっぱロケ削りも勝てないということで、ディガポイではなくディガロケの時代ですよということでやっていきたいと思います。で今日はインフェ型の LSP 型でやっていくんだけど、一応なんかファイスピ型、あとはまあ最近だとインフェしかいないんですけど、ちょっと前だとテスラ型もねまあいたりという感じですけども、いやーこのなんてバットイブコ的な人ペッカですね。はい、まあ最近もうエレジャイとか、まああとはねエレジャイとなんだキョスケとかかに対してまあインフェが強いので、よいしょ、さすがにインフェ採用かなと。さあペッカ工場はねマジアチャがマジアチャが厄介になってくるけど頑張りますか。さあもうトルネ持ってないです。いきなり、いやーロキはさすがにねこれねジャックプリー咲くとすぐね抜いてくると思うんですよね。だからできるだけ低コストでちょっと受けます。これまあ、抜いてくるのかな、来ます。あ、抜いてこないんだ。あー、ケツピーでくるのか。ちょっと嫌がらせしよう。入れなかったかな。いやー、男の許容無物。さあ、マジアチが来ますよ。ちょっとだけ高くして、おお、まさかのガゴ型です。鉄火工場ガゴ型ってことはマジアチャを警戒しなくていいので、そう考えるとすごい戦いやすいですね。ガゴはデリバリーあるんでね。よし、あーこれもちょっと安い、多分ザップが早い気がする。さあ U の追加とかねやめてほしいなと思いながら、若さのデリバリー構えて、いやロキ削りペッカにかますか。いや右サイドのペッカに打ったとてみたいなとこあるんでね、ちょっと、よし内側ディガーで U の向こうにしつつ、いやちょっといいぞ、出る落としたらさ危ねえか。よいしょ、さあ怖いところはしっかりロケ打って、怖いね、怖い、怖すぎる、全てが怖い。U の追加とかも嫌だもんこれと思いながら、助けてと思いながら、あれロケ打つ説あるな、もしかしたら正解は最強エレキ。さすがに延命する、ヤスケが頑張ってる、でかい残り物のスケで打って良さそうだなこれ。インフェ残ってるんだね。さあ削る、拾われる、痛い、削る、ガゴでしょ、また真ん中、危ねえ、いやマジで自輪、いやこのペッカの前のゴーストうまい、いやだめっちゃ滝が良すぎる。ザップか、
よしよしよし、ロケ撃とうぜこれ。さすがに。え、ガゴに当たんなかったらやばい。え、やばい。ちょ待って。さすがに。やばい、ガゴに当たんなきゃやばい。同じことしてる。やばい。危ない、マジで。マジアチャだったら終わってた気もする。マジアチャだったら終わってましたけど、本当にもう守るだけなんだ。守ってまだダックプリがね、たまにあの相手のタワーに殴ってくるのが美味しいですかね。まあバルキリーでもいいように見えますが、バルキリーよりはダックプリの方がね、たまたまカウンターのミリ残りダックプリにディガつなげた時とか突進が入ってくれたりとかもあるんでね。この方だとさすがにバルキリーで使ってる人はあんま見ないですかね。さあスケキン、これボンさんはペッカの人だった気がするけど、ペッカスケラー、ペッカスケラでなんかいろいろ中身がいるイメージがある。さああれロケあったら打ちたかったっすけど、なかったんでしょ。話 LSPおー、いやあれロケ打つと危ねえのかな。インドラにもファルチェにもロケ打ちたいです。危ねえ。さすがにさフリーズが来てデリバリー強い。さあペッカスキラーなんですけども、これはまたすごくて、インドラいてファルチェいてスケキンいてLSP もいてみたいな、トルネもねあると思うんですよね。そうだからこれはまあちょっと最後逆に移したいかな。ケツピーから形を組んでくるっす。キング起動したそうだなあれ。まあまあまあされるのはしゃあないんで、この間に稼いで、まあウッド LSP、デリ LSP で結構守れると思うんだけど、いやでもスキラってマジで強いよな。俺もよく使うっすけど、芝振りだ。そう強いんすよね、勝手にダメージ入るから。運要素まあ逆に良くない部分でもあるんですけど、マジで強いかんね。うわーこれ俺手前に来ると思ったな、噛み合わず。さあここからは非常に大変です。守りがいやーマジスキル入りすぎ。ダックプリ優秀。ここにペッカがパンって生まれる。いや入りすぎ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 なのよマジで。サンプするでなんか欲しいよ。これは1100か。よし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 、これでかいぞ。もうロケタイムだね。さああとは守るだけだけど、守れるかどうかみたいな。LSP 有能。いや使いたくね。
さあロケ撃って耐えてくれ。あれ落ちんのか。オッケー、あぶねー。いやマジでこのデッキこんなんばっかですごい大変だな。いやまあナイス勝利だ。まあロケがでも強いっすね。やっぱり最後の最後の削りがほんと優秀なんで、なんだろうね、もう定期的にロケットマジで1、2年に1回ぐらい、まあどうだ、2年に1回ぐらいかな。結局ロケット強すぎやん言うていつも加工されてるんですけど、結局ね強え、加工どんだけ加工されても強いのよ。そう、まあ、ゲームのシステム上守りが有利だから、まあ守って守って最後ロケ削りは強いやろって話なんですけど、にしてもずっと強いねロケット。おお、グッドゲームが早いねんな。お願い走んないでこれ。いやこれタワー来るよな。あー来なかった、でかい。エレジャイかこれは。グッドゲーム早いなマジ。まあ、全然始まってすぐだな。さあ、あー美味しい。たまに釣れたっす、たまたま。さあどうする、エレジー君です。まあミラーがなさそうなエレジャイなので、マジでインフェ置いとけば守れると思います。まあそれがインフェの強みかな。まあ問題はゴルナヒスね。ゴルナイでエグダメージ受ける。よしよし、さあインフェで燃やして焦がしてロケを打ちてんだが、ロケを打ちてんだが、ケツインドとか来てくんねえかな。ケツボン、いやーボンバーにロケはさすがにいいと思うんですけど、打ちます。守れる自信があれば。はい、神の芝取れない。さあ、あとゴルナイの突進だけちょっと怖いっすね、マジ。さあライトニング打たれたら速攻とかし、痛い、思ってるより入ってる、痛い。いやでもライトはさすがに勝ちたいね。うわー相手荒ぶってんな。さあインフェ置いとくか。さあ相手はもうライト削りしてくれる。そんな俺はロケ削りやんちゅう話よ。ほらこの削りに勝てるかい。さあ来ますね、落ち着いて。まあ一旦置いとくか。置いて2周目回しプランだけど、インドラもちょっと怖い。おい、さあちょっと怖いよね結局。でも2、3倍タイムのエレジャイは。そっちじゃない君。いやーこれインフェ強え。さあもうこっからはマジタイブレイクなんで。シナこれでも焦がせます。焦げろ焦げろ焦げろ。焦げてしまえばもうこっちのもんよ。あとはトルネコルないだけ。やば怖い怖い。ロケだ、ロケ圏内。オッケー。いやマジでエレジャイ
に対しては勝てるの気持ちよすぎるし、まあ、ミラーあったらまたすごい大変なんですけどね、もう一生インフィを置かないといけない、インフィを置いて焦げてるものしてインフィを置いてみたいな大変ですけども、まあ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 ナイス勝利と。さあ来た、枯渇使いっぽいね、まあ、最後のロッキー削りあるんでね、本当にミリ残りタワー残り400、500ぐらいあればワンチャン守って削り切るとかもあるんで諦めず行きたいね。さあ本当に枯渇だ、これ枯渇ね意外とねそこまで神相性じゃないっていう事件があるんですよ。あでもバレバレだとまた話が違うね、普通の枯渇だと別にお互いロケ削りがあってお互いロケ削りからのお互いダメージが通らないと、まあ、ディガーも拾われるとってなった時にハシマイプリンがある分コストこっちが使わないといけないだったりダメージ受けちゃうんで、普通のねテンプレのロケ枯渇だったらちょっと嫌ですけど、バレバレだとまた話が変わって悪くない。若いぞ、あの若いこれ LSP でやろう、ういてー。いやーさあ縦の選手、まあ縦線ゴールないですね。いやでもこれ呪文がないと思うんで僕も一生守ってもいい気がする。よいしょ、痛い、変なことしなければ負けない気もする。あと取ってたな、キアに対してのウッドが軽い、あーこれ手前っすね。さあいやらしいバレルからのもうこれディガーを飛ばすメリットがそんなないっすね。まあ一発殴る、痛いが、さあこの辺からロケも視野に入れていこう。これにたまたま行って出ろ、大きいね。さあもうディガーも防衛でスケバレはデリできる、ゴルナイが走るのだけ負け筋進めます。やばい、いた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 、ハミ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 出すぎ、いやー危ない、いやーこのディガーちょっと入ってるのでかいな、いやいた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 、キアがねマジ厄介、大きいねこれ、置くかこれ、ゴルダイっすねこれ、足早いゴルダイ、お前やめろよマジで、よしよしよし、うっうっ、やばすぎやばすぎ、老いぼれのデリが大きいな、マジでゴルネだけあいつだけやろうなんだ、あオッケーオッケーオッケー、いやおいしい、あとはあとはもう守ってロケ守ってロケロケロケスケバレスケバレ来ない来た、さあ攻めてあげてロケ打って、いやマジこういう相手にはマジ強いよね、呪文がない相手削れないからね相手。さあで少し余裕があれば攻めちゃう、攻めウッドもしちゃう、やばい、それは攻めウッドだけはやばい、いやでもオッケー、さあいいんじゃない、まあバレバレだとねマジ相手削れないんで一生守るだけです、ナイス。
まあマジこういうデッキ使ってるとディガーを飛ばすタイミングとかちょっと上手くなりますよね。やっぱ守ってる時にディガーを飛ばすことによって相手がコストなくてディガーがちょっとね飛ばすタイミングが少し違うだけで一発二発多く入るんで、まあ守りもまあある程度は上達するかもしれないですし、結構これデッキ使ってて楽しいんでね、個人的にはすごい好きですけど。さあ小屋小屋アウトロー小屋っすね。なんか嫌なデッキだっすね。さすがにロケだなこれ。いやー相手のあー痛い、あの女インフィでもよかったけどちょっと反応遅くなっちゃった。あーロイホグっすね、ちょっと珍しい。サッピーのこれあれっすね、ファイブヤナメのロイホグ、なんか前いたクランで使ってた人がいたんすよね。そうグランドクラウンのクランの方が使ってたな。さあまあでもこれ結構実力出るんじゃないですかこの試合は。わかんねえけど、そんなこと言っといてボコボコにされるかもだけど、いやあの小屋ゴブ小屋マジでいつの時代っていうゴブ小屋が意外ときつい。壊れねえかな。いやでかい。あとはホバーもだるいしロイホグも完封できないからね。こういう時だったらテスラの方が良かったんじゃない。マジ全然ダメージ入らんの。まあ俺がダメージ受けない方が大事かな。危ねえデリバリー縛るとこだった。さあ痛いけど、いや拾うなぁ、さっきからものすごい俺に結構釣れんだよな。わあいいゴブ声受けダックプリが最後サブりやがったな。さあ結局これもうロケギズリだな、じゃないとダメージが入らないことに気づきました私。でもロケ打つ余裕がない。いや意外とこれロケ打てるな佐藤。打っちゃおう。打ってから守ればいいんだ。打ってから後のことは後で考えればいいんだ。一旦打つで気配で守る。よしよしよし。でヤクザを一回挟んで、これヤクザすぎ？いやでもいい。ブー釣れてるから。お？もう一回守ればいい。バイトン攻めとかぶしちゃう。ロケ？おい来た。やっぱロケット撃ってからなんとかなるぞこれ。さあ
防衛力がガチで異常ですよこれ。デリバリーやってスケールスピードとダックブレもあるのでガチ防衛硬いので、もうロケ打ってから、守ることを考えましょう。守れるかどうか考えてるとね、やっぱ削れないんで、さあ今の勝利でかいんじゃないでしょうか。ということでちょっと皆さんもね、このディガロケ、まあ序盤はダメですよ、2倍タイム入ってないとさすがにロケダメですけど、2倍タイム入っちまえばね、ロケ打って気合で防衛を繰り返せば勝てると思うので、ぜひやってみてください。よければちゃんと高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。